8000メートル峰の位置8000メートル峰とは、地球上にある標高8000メートルを超える14の山の草所である。それらの山はすべてアジアのヒマラヤ山脈、及びカラコルム山脈にある。人類が初めて登頂に成功した8000メートル本は、アンナプルナで、フランスのモーリス・エルゾーグとルイ・ラシュナルが1950年に山頂に達した。 それから14年のうちに他の8000メートル本もすべて初登頂された。全員14座のうち8座では初登頂の際に酸素ボンベが使用された。最高峰のエベレストから標高第5位のマカルーマではビッグゴと呼ばれ、現在でも頻繁に酸素ボンベが使われている。すべての8000メートルミネの登頂に成功した最初の人物はラインホルトメスナーで。 1986年10月16日に達成した。その1年後、家軸口カが2人目の達成者となった。2015年現在、33人が達成している。日本人では、竹内大だけが唯一、成功している。14座で最初に、当期登頂された山は、エベレストで、1980年2月に、ポーランド隊の2人が頂上を制した。 2020年を終えても、K2 のみ、冬季登頂が果たされていなかったが、2021年1月16日に、ネパールの登山隊が、冬季初登頂に成功した。エベレストと K2 以外の冬季初登頂は無酸素で、達成されている。 e b e r e h a r d j u r g a l s k i o f 8 0 0 e r s c o m ザ・エコノミスト2012年3月時点のデータ2003年9月、現在出典。出展、ジャイニーズ、ナショナルジオグラフィー2006.8、ページ77、頂上に到達した十分な証拠がないため論争が、起きている。無酸素登頂ありがとうございます。